弦楽五十奏曲第四番と単調計516は、ボルフガングアマレウス・モーツァルトが1787年の春頃に作曲し、同年5月16日に完成させた弦楽五十奏曲。ほぼ同時期に作曲された第三番波長調計515とは、姉妹作品で対照的な性格を持っており、両曲ともにモーツァルトの室内枠として親しまれている。 演奏時間は約35分。波長長と単調のペアで作曲された第3番波長長。この第4番と丹調の2曲は、翌年に作曲した公共曲第40番、K550 と単調と、公共曲第41番波長長、K551、ジュピターのペアとよく犠せられる。第4番と丹調の随所に流れる美しい旋律は、 モーツァルトの数ある作品の中でも最も深い憂いをたたいたものに数えられる。完成直後の5月28日に死去することになる父、レオポルトの病状の悪化が作曲の根底にあるのではないかと指摘されている。第3番とともに、モーツァルトは借金を重ねていたヨハン・ミハイル・プフベルクのところから予約出版することを翌1788年4月2日に ウィーン新聞で発表していたが、売れ行きがかんばしくなかったために出版を1年、延長すると6月25日に、同新聞で発表し、結局出版は1790年になって、アルタリア社から行われた。第1バイオリン、第2バイオリン、第1ビオラ、第2ビオラ、チェロート単調、4分の4拍子。そなた形式からなる。曲の冒頭、売れにき道。 あえぐような旋律を第一バイオリンが歌い出し、すぐに同じ旋律を第一ビオラが引き継ぐ。第二主題も第一主題同様憂いに満ちている。小林秀夫はモーツァルトの中で失踪する悲しみと表現した。曲は単調のまま悲劇的に集結する。と単調、四分の三拍子。複合三部形式。この楽章も第一楽章同様深い憂いに満ちている。 トリオは、都町長。辺保町長、四分の四拍子。展開部のないそなた形式。すべての楽器が、弱ネキを装着し、静かな瞑想のように音楽は進む。第一ヴァイオリンの長い皮下によって、都単町、四分の三拍子の長い助走が奏される。一点、悲しみに疲れたように、都町長、八分の六拍子のロンドそなたに転じ、平明ではあるが洗練された。 最終学賞となる。ありがとうございます。